国民自由党は、かつて存在した、ドイツの政党。プロイセンのブルジョワ自由主義政党ドイツ、新歩党議員のうち、ビスマルクのドイツ統一の外交政策を支持する、勢力が1867年に決闘した。低世紀を通じて、自由主義右派政党として、親政府的な態度を取ることが多かった。第一次世界大戦後の1918年に、 ドイツ人民党に改組された国民自由党の政治家たちの肖像自由主義を思考しプロテスタント教徒である教養と財産を持った市民層の利益及び工業化の大市民層このサハグループの分離により国民自由党は保守党やドイツ帝国党と以前より密接に結びついたこの政策は1887年に3党で 選挙協定を形成したことでその極みに達した。1901年以降、自由主義左派三派に少しずつ接近するようになった。若い自由主義者から大自由主義政党の統一が期待されたが、党指導部の抵抗で挫折した。世紀が変わって以降、国民自由党は党の組織構造の近代化を実施したが、 ますます利益団体の行為にすがるようになった。艦隊協会もその中の一つとなった。それでも、かつての支配政党は、その重要性を減少し、1912年の最後の帝国議会選挙での得票率は13.6%であった。第一次世界大戦前夜の時期、国民自由党は、軍事政策、県間政策、植民地政策で、 攻撃的な方針を支持し、第一次世界大戦においては、無制約な有望と戦争や、領土の併合を支持した。国民自由党は、社民党、中央党、新歩人民党が唱えた、和解の講話について、差し当たり反対した。後に、党の左派が、この講話に同調し、配色が濃厚になると、党内対立が、さらに強くなっていった。 1918年の11月革命後、国民自由党は分裂し、左派はドイツ民主党、右派はドイツ国家人民党に参加した。党の多数派は、グスタフ・シュトレーゼマンの指導の下ドイツ人民党を設立し、ワイマール共和国で、たびたび連立政権に参加した。ありがとうございます。